M46 パットンはアメリカ合衆国で開発、製造された戦車である。愛称であるパットンは第二次世界大戦中にヨーロッパ戦線で活躍したジョージ・パットン、陸軍大将に由来する。M46 は実質的には M26 パーシング戦車の改良型だが M1 エイブラムスが開発されるまでアメリカ軍の主力戦車であったパットンシリーズの元祖であり以後開発される M47、M48、M60 の原型となる存在である。第二次世界大戦が終結するとアメリカの戦車生産、開発は事実上ストップした。1950年代に向けての構想はあったものの、従来の M24 チャーフィー系戦車、M4A3E8 シャーマン中戦車、M26 パーシング重戦車で、機甲力の任務はカバーできるとされた。開発予算は航空機製造に回されがちで、地上兵器は既存車両の近代化計画で乗り越えることとなった。これは、1940年代末の国際情勢の悪化でも変わらなかった。1946年5月、アメリカ陸軍は M26 パーシングを更新する戦車の開発を開始した。M26 はエンジンの出力不足による途半力不足を指摘されていたため、1948年11月、より高出力のエンジンであるコンチネンタル AV-1790 から3と新型トランスミッションである。アリソン CD-850 から1を搭載した試作車 M26E2 が開発され、試験が行われた。搭載する 90mm 砲長方針の T54 に変更する案もあったが、結局従来の 90mm 砲に新設計の排煙機とマズルブレーキを装備した M3A1 が採用され、試作車も新たに T40 の名が与えられた。結果が良好であったため、同年12月には量産が決定して発注され、翌1949年には新しい形式番号である M46 とパットン将軍の名を与えられて正式採用された。M46 は新規生産ではなく M26 の改造による生産であり、本質的には M26 の派生型の一つである。アメリカ軍としては、M26 の後継となる新型戦車は車体、砲塔ともに新規設計の T42 とする予定であったが T42 は数々のトラブルによって実用化が遅延し M46 の車体に T42 の砲塔を搭載した暫定新型の M47 が開発された。詳細は M47 パットンを参照しかし M47 も初期トラブルが多発して生産が遅れ、このギャップを埋めるため、エンジンを AV-1790 から5倍と2、トランスミッションを CD-850 から4として、M47 と同じものに変更し、ブレーキや電装系統、消火装置などを改良した M46A1 が1951年4月に正式採用されて、追加生産された。最終的に、およそ2000両生産された M26 のうち、800両が M46 に、360両が M46A1 に改造されている。M26 と M46 の外見は非常に似通っているが、エンジングリルが大きく異なり、気動輪と最後部の下部天輪の間に追加された小型天輪で容易に識別できる。M46 と M46A1 は、外見が同じで、登録ナンバー30163,849以降であれば、A1 と識別できる。M46 は1950年8月より母体となった M26 と共に、朝鮮戦争に実戦投入され、朝鮮人民軍の T-34 から85よりも優れた性能を発揮した。M46 は、朝鮮戦争で、計12回の対戦車戦闘を経験し、8両を失っている。後期には戦車戦の機会がなくなり、砲撃支援や車体を壕に隠すことで、統治下代わりとして働いた。朝鮮や中国では、虎が非常に恐れられているという話から、車体や砲塔に虎縞模様、あるいは虎の顔や爪を描いた M46 の写真は、同様の塗装を施した。M4A3E8 とともに朝鮮戦争におけるアメリカ軍戦車のものとして著名である。アメリカ軍の M46 は1957年2月に後継の M47 と M48 にその座を譲り、全車退役した。予備車両として保管された車両は供与品として各国に引き渡される M47 のパーツ取りに使われたほか、実弾射撃の標的や兵器開発の実車テストに用いられた。アメリカの同盟国にも供与されたが、前身の M26 と同じく供与された国は少数にとどまり、M47 を導入するための訓練用として用いられたのみである。このほか、朝鮮戦争時に中国軍に鹵獲された車両は中国を通じてソビエトに提供され、詳細な調査を受けた。この際に解析された主砲排煙機は直ちにソビエトの開発した戦車に取り入れられており、T-55 戦車に採用されている T40M26E2 の各部を回収した改良試作型。正式採用され M46 となる M46 本格生産型 M46A1 エンジンを AV-1790 から5バイトにトランスミッションを CD-850 から4に変更し、ブレーキ周りなどを改良した回収型。M46E1M46 の車体に T40 試作戦車に装備する予定の T42 砲塔を搭載し、M3690mm 砲塔より高性能な無線機、ステレオ式高波速距儀、ベンチレーターを装備した車両、正式化され M47 となる T39T40 から改造された試作工兵戦車型。1951年に1両のみ製作。90mm 砲の代わりに、イギリス製のマーク I6.5 インチ爆破砲を搭載。車体後部には、吊り上げ能力20トンのブームクレーンを搭載している。ソウル奪還大作戦大反撃、北朝鮮軍戦車役で登場。1973年製作の大韓民国映画で、韓国国防部全面協力の事実上の国策映画であり、陸軍の予備車両が多数登場する。遥かなる星第三次世界大戦で分裂したアメリカの東軍の機械化大隊の戦車として M4E8 と共に登場、藤木した日本のスストに砲撃を加える。ウォーサンダーアメリカ中戦車ツリーにて開発可能。ワールドオブタンクスアメリカ中戦車 M46 パットンとして開発可能。朝鮮戦争仕様の M46 パットン KR が販売。この車両は2018年現在でも区便化、戦車博物館で収蔵、展示されている。なお、同作は日本でビデオソフトが初めて発売された際には、ホワイトバジファイナル史上最大の作戦の題名で発売されたが、同名の著名な映画であるホワイトバッジとは関連は全くなく、日本の発売元が独自に命名したものである。ありがとうございます。